石井明君。日本維新の会、石井明です。それでは、通告に従いまして、質問したいと思います。スマート法案の促進について、まず1点目、質問します。今回の法案については、高圧ガスの保安法、あるいはガス事業法、電気事業法、この3本立てになっておりますけれども、今回の法案に関しては、テクノロジーを活用しつつ、自律的に高度な法案を確保できる事業者。 ということでありますけれども、いろんな手続き等が検査面で必要になってきます、それらを合理化、柔軟化を認めることとしておりますけれども、具体的な内容について質問したいと思いますが、経産省の審議会の方の答申では、意欲ある中堅事業者に対し、法案レベルやテクノロジーの活用における二極化が生じないよう、技術支援や人材育成支援などによって、 中堅事業者の底上げを措置することが必要だと指摘しておりますが、まあ、そこであの高圧ガス、都市ガス、そして電気の各分野において、中堅事業者に対して新たな認定制度の活用を促すために、今後、どのような取り組みや支援策を考えているのか、政務官にご質問いたします吉川経済産業大臣政務官。 お答え申し上げます。産業保安分野におきましては、大企業のみならず、中堅・中小事業者でございますとか、あるいは零細事業者など、多様な主体が存在しておりまして、えー、先生おっしゃいますように、それぞれが保安の担いとして、日々の保安管理業務に的確に取り組んでいくことが重要であるというふうに認識をいたしております。 今般、スマートフォンの推進のため、新たな認定制度を創設することとしておりますが、委員ご指摘のとおり、 中堅事業者の方々を含め、経済産業省といたしましては、この認定制度を活用いたしまして、えー、活用していただくべくです、ね、さまざまな事業者に対する多角的な支援を行っているところでございます。具体的には、保安分野におけるデジタル技術の活用を含め、デジタル投資を後押しする。 dx 投資促進税制を措置しているほか、知見やノウハウの面での支援策といたしましては、プラント設備への AI 導入のためのガイドラインの作成、また電気・ガス設備に関するスマート保安等の取り組みに対する経済産業大臣賞の表彰などを行っているところでございます。 引き続きこうした支援策をしっかりと広報周知することにより中堅事業者の方々を含めさまざまな事業者があスマート法案にしっかりと取り組んでいただけるよう環境を整備してまいりたいというふうに思っております。石井君、はいありがとうございます。まああの今の丁寧な言葉ありがとうございます。えー、それでですね作業の法案分野においてはこの 大企業のみならず、中堅や中小企業、そして中小零細企業も含まれるわけでありますけれども、まあ、こういった企業の日々の法案管理業務が直接今度関わってくるということであります。まあ、特に対象となります第一種製造者が約1万5千第二種製造者が8万7千そして高圧ガスの貯蔵者、あるいは 消費者など、多様な主体が日本全国には存在いたしますけれども、そこで経産委員会の、経産省の審議会の方でも、高圧ガスの保安協会からは、近年の死亡事故の発生が多発していることに対して、中小事業者に焦点を当てた保安力の向上への取り組みについての検討が最大限必要だということが指摘されております。 まあそこで死亡事故は減少傾向にあるとは聞きますが、いまあ、未だ中小の事業者を中心に死亡事故が発生していることについて、政府の認識、そして対策についてお伺いします吉川政務官。お答え申し上げます。 保安に関する技術の進展、あるいは過去の経験も踏まえた事業者のリスク管理体制の整備、強化などの取り組みを通じまして、例えば高圧ガス分野における1970年代と比較した2010年代における死亡事故の件数、これは30%まで減少をするなど、産業保安分野における重大事故は大幅に減少しているところでございます。 他方で、引き続き中小事業者におきましては、重大事故が発生していることは事実でございまして、例えば高圧ガス分野において、2019年11月、炭酸ガスを冷媒として使用している冷凍設備の修理中に、法令に基づく安全措置を講じていなかったということが原因で、1名の方が死亡されるというような事故が発生をしております。 こうした事故を防止するためには、環境変化に応じた保安規制の適切な見直しを行うなどとともに、設備などの変更届出や、工事計画の届出、これらを通じまして、事業者に法令の遵守を求めていくことが基本であるというふうに認識をいたしております。でこのののため今般の法制改正法案におきましても多くの中小 事業者が設置者となっている小規模の再エネ発電設備につきましては、事故が発生しているという状況を踏まえ、設置場所の基礎的な情報の届け出。 でありますとか、技術基準への適合性の事前確認義務を設置者に対して課すということといたしております。加えまして、今回導入する認定制度を通じ、スマート保安が普及すれば、IoT によって設備の常時監視を行い、収集したビッグデータを AI によって解,説解析をさせ、設備以上の予兆を検知,検知して、 事故を未然に防ぐなど、保安レベルの一層の向上につながっていくというふうに認識をいたしております。引き続き、保安規制の適切な見直しおよび執行に加えまして、スマート保安等の新たな取り組みも進めることで、中小事業者に対する負担軽減にもしっかりと配慮をしながら、事業者における安全確保を図ってまいりたいというふうに思っております石井君。委員長 まあ、あのもう確かにその通りでありまして、あの特にあの中小零細事業者というのは、資金力も資本力もなくてです、ね、なかなか国の指針通りはできないのが現状でありますが、まああのまあ、我が国全体のことを考えますと、産業保安のレベルの持続的向上と、それから高度化に向けてはです、ねえー企業、企業の規模を問わず、 多様な事業者を幅広く支援していくことが重要だと考えておりますが、まあ、今後、政府として具体的にどのような取り組み、具体的ですよ、具体的にどのような取り組みや支援策を講じていく考えなのか、これは経産大臣の方にお伺いします萩生田経済産業大臣、えー。国民生活に重要なインフラ設備の保安には、企業規模を問わず、さまざまな事業者が携わっております。 そのため、経産省としては、中小企業を含めた幅広い事業者の取り組みを後押ししています。具体的には、目視の代わりにドローンなどを検査に活用することを認めるための規制改革や、スマートフォンの技術実証に関する補助事業、保安人材の育成確保に向けた広報や AI、IoT などの新技術に関する人材育成カリキュラムの作成など、さまざまな施策を講じているところです。加えて、スマートフォンの 重要性を認識し、官民で連携してその取り組みを推進するため、令和2年6月より各保安分野の業界団体と経産省が参画するスマート保安官民協議会を開催しています。スマート保安の具体的な実践に関し、最新のテクノロジーを活用した取り組みの共有や規制制度の見直しなど、官民一体となって産業保安分野における共通的課題の取り組みを進めているところです。 今後ともこれらの取り組みを一体的かつ複層的に実施し我が国全体の産業法案レベルの維持・向上につなげてまいりたいと思います石井君ありがとうございますまあ、特にあの中小零細企業の方にこう負担にならないような形で進めていただければと思います次にあのサイバーセキュリティの確保に向けた取り組みについてお伺いとしますスマート法案を促進するにあたっては様々な設備や 危機がインターネットに接続されるわけでありますけれどもまあ、近年サイバー攻撃のリスクが高まることが考えられますまあ、実際に外国では変電所などの産業施設がサイバー攻撃による被害を受けているのが実際でありますけれどもまあ、その中でガスや電気に関する法案設備関連のシステムはもちろんながら非常に重要な社会インフラでありますから サイバーセキュリティ確保の重要性は格段に増してきていると思います。まあ、このため、法案では高圧ガスと都市ガスおよび電気の各分野で、サイバーセキュリティ対策推進のための改正も含まれておりまして、IPA の業務に、法案に関わるサイバーセキュリティに関する重大な事態が生じた場合等における調査を追加できるとされております。まあ、そこで IPA に関して原因究明の調査を要請する重大な事態というのは具体的にどのような状況を想定しているのか、また重大な事態が発生した場合の対応について、その具体的な手順やスキームについて、認定行動法案実施事業者以外の事業者のサイバーセキュリティの確保について、今後どのような取り組みを行っていくのか。 最悪にお伺いします吉川政務官お答えをいたします 今般の法改正によりまして、独立行政法人情報処理推進機構、IPA が調査を行うこととなる、保安にかかるサイバーセキュリティに関する重大な事態とは、例えば高圧ガス設備に対するサイバー攻撃による機器の不具合により、ガスの漏洩が生じ、爆発事故が発生するといったような、保安の観点からの社会的に影響のある事象を想定 他方で、本制度の保安の観点から措置するものでございますので、例えば、単にです、ね、事業者のホームページが閲覧できなくなるといったような事象に関しましては、調査の対象として想定をいたしておりません。また 保安にるサイバーセキュリティに関する重大な事態が発生した場合における具体的な手順、スキームについてでございますけれども、まず高圧ガス。 都市ガス、電力の産業保安分野では、事業者が事故発生、事故報告規定等に基づき、例えばガス設備の損傷でありますとか、ガス爆発等の事故の発生について、経済産業省に報告するということとなっております。このため、サイバー攻撃によって発生するといったような事故のうち、保安の観点から社会的に影響がある。 という事象が発生した場合におきましても、経済産業省に報告がされるということとなっております。その後、経済産業大臣が、法案に関わるサイバーセキュリティに関する重大な事態であると判断した場合には、IPA に対して今回の調査の要請を行い、IPA におきまして、サイバーセキュリティの観点から原因究明の調査がなされるというような形になっております。 国の事故調査委員会における事故の総合的な検討でありますとか、サイバーセキュリティに関する法令ガイドラインの策定および改正、他の事業者への注意喚起等に活用いたしまして、産業保安分野におけるサイバーセキュリティ対策を推進してまいりたいというふうに思っております。そして、えー 今回、新たに創設する認定高度保安実施事業者制度におきましては、その認定事業者は、保安確保のために IoT などのテクノロジーを活用している事業者であるため、サイバー攻撃等を受けた際に、産業保安に与える影響が大変大きいというふうに考えられることから、サイバーセキュリティ対策の実施を要件といたしまして、必要な対策をしっかりと進めていこうというふうに思っております。で他方この認 認定事業者以外 におきましても、電力、ガス、石油、化学分野も含め、重要インフラの事業継続や保安確保のためには、サイバーセキュリティ対策が不可欠であるというふうに認識をいたしております。このため、独立行政法人情報処理推進機構と連携いたしまして、これまでもさまざまな取り組みを進めてきているところでございます。例えば具体的には、IPA に制御システムセキュリティの中核機関として、産業サイバーセキュリティセンター を設置いたしまして電力ガス石油化学分野等の企業からセキュリティ担当者が模擬プラントを用いた実践的なプログラムを受講して、えー、サイバーセキュリティの中核を担うまあ、200名以上のですね、えー、専門人材をもう現在排出しているというところでございますまた経営者自身の責任の下サイバーセキュリティの対策に取り組む重要性を踏まえまして経営者に対策を指南するガイドラインの策定でありますと その実践のための実例集、実践状況の見える化に資する可視化ツール、このようなものの策定を進めているところでございます。さらに IPA をハブといたしまして、電力、ガス、石油、化学などの13業種、270式の組織の業界団体、 関係組織の間におきまして、サイバー攻撃等に関する情報を共有し、また高度なサイバー攻撃対策につなげる体制、これを構築しております。加えまして、政府のサイバーセキュリティ戦略本部が策定している重要インフラにおける情報セキュリティ確保に係る安全基準対策指針を参考にして、電力、ガス、石油、化学の各分野におきまして、業界団体を中心とし、サイバーセキュリティに関するガイドラインを策定、サイバーセキュリティの水準の底上げを 図っていいるところでございます今後もご指摘いただきましたように、こうした産業保安分野のサイバーセキュリティ対策をしっかりと取っていこうと思っております答弁できるだけ簡潔にお願いをいたします <laughs> 石井君。委員長あの、丁寧なご答弁ありがとうございましたよく分かりました。 であのまあ、あのサイバーセキュリティに関しては今、いろんな攻撃があって今、例えばガス爆発事故があったときに経産省に届け出るとかっていうのはそれはもう今,今、事故が起きた場合に一番先に、えー、連絡するのは119番ですから、まあ、その後、まあいろんなことで届け出が必要になってくるのはよく分かります。まあ、それはあのガスもも含めてて電気も全て今あのインターネットで例えば 全部のセキュリティの場所から IPA の方に多分つながっててもし遮断された場合には瞬時のうちにそこの現場がどうなっているかというのが分かるようなシステムになっていると思いますそれを細かく今説明してもらったんで非常にありがとうございますでまた今度ね審議会の報告書では法案人材の確保これは非常に大事なことで 資格がなきゃダメな分野でありまして、多様な人材の活躍を推進するとしております、で午前中の質問でも、長年培った技術者とかです、ね、たくさん汗をかいた人を熟練校として雇うとか、そういう問題じゃなくてです、ね、やっぱり資格があって、全部、太陽光も一つの施設に一人の管理者が必要になっています。 まあそういうことも含めて、特にあの外国人などもこれから活用しなきゃならないと思うんですが、経済安全保障やサイバーセキュリティの観点から、まあ、課題を、いろんな課題を配慮した上で人材活用を進めてきていると思いますが、まわ、あ、国籍にかかわらず、重要なシステムを扱う人物の資質は重要でありますが、経済安全保障やサイバーセキュリティの観点からの人選とは具体的にどのような基準、身元紹介 方法等が考えるのかお伺いいたします吉川政務官 産業保安分野におきましては、スマート保安の普及が進む場合におきましても、保安人材の重要性は何ら変わらないというふうに認識をいたしております。現状では、保安現場におきまして、資格保有が必要となる職務について、外国人材が活躍している状況は極めて限定的と承知をいたしておりますけれども、今後は保安人材の枯渇が進むことが想定される中におきまして、シニア人材や女性、外国人も含め、多 ような人材プールが優秀な、から優秀な人材を確保、育成することが必要であるというふうに考えられます。一方で、民間事業者におきまして、安全確保の観点から、新規人材の採用、あるいは任用の過程で必要な審査、評価をすでに行っているということも認識をいたしております。こうした保安人材の採用等に関しましては、一義的には事業者の判断によるものでございまして、現時点において、国として人生の基 基準でありますとか身元紹介方法等を定めるというような予定はございません。石井君、はい、あの短い答弁ありがとうございます。<laughs> あの時間がね最後の質問、また吉川あの専務官に質問なんですけれども、あの先の衆議院の質疑で届けである7番目なんですけれども、先の衆議院の質疑で基礎情報の 届け出について、季節の再エネ発電設備に対しても求めると、政府答弁がありましたが、現在、フィットを利用している設備だけでも60万件を超えているわけですが、それをどのように対応していくのか、最後の質問といたしますすよろししくお願いしますこれは、経済産業省大臣官房、名村審議官。 お答え申し上げますあの今、ご指摘をいただきましたとおり、今回の電気事業法の改正案によりまして、フィット認定を受けている小規模事業用電気工作物となる10キロワット以上、50キロワット未満の太陽電池発電設備は、全国ですでに60万件程度存在しており、こうした季節の再エネ発電設備の安全性の確保も重要でございます。 このため、今回の改正案では、基礎情報の届け出義務と技術基準への適合性維持義務については、季節の再燃発電施設に対しても勝つこととしております。この点、あの基礎情報の届け出内容につきましては、フィット認定の際に、事業者が登録する情報と重複する部分が、 存在在しまますので、まあそのののででそ中も事業者名設備の所在地等の主要な情報が公表さたていまして、当該届出制度におきましては、事業者の手続き負担を考慮いたしまして、フィット認定を受けた季節の設備については、改正法不足第4条、第5項に基づき届出を不要とすることとしております。まあ、加えて、膨大な事務手続きを処理するため、まあ、あの届けに係る手続きを原則オンラインでできるように、効率化を図ってまいりたいというふうに考えております。 石井君ありがとうございます、時間来ましたのでお願いします。